カピトリヌスのメス狼。狼の父を飲むロームルスとレムスの銅像。ロームルスは伝承上の都市国家ローマの建国者。ディピロンのアンフォラ。ギリシア陶器の幾何学様式後期を代表する名品で現在はアテネ国立考古学博物館が所蔵している。ホメロス、イリアス、オデュッセイアをまとめたとされる盲目の銀遊詩人。画像はウィリアム・ブーグローによる。 歴史がホメロスと案内人、聖地オリンピア。もともとゼウス人が祀られていた神域で、紀元前8世紀からこの神に捧げられるオリンピアの競技が行われることになった。画像は紀元前740年頃に作成され競技に再祀奉献されたラコニア様式の聖堂性の馬の像、ウラルト王国の繁栄と長落。 ウラルトゥの王サルドゥリ2世の時に勢力が最大となったが、隣国アッシリアに攻め込まれて衰退した。画像は、ウラルトゥの主審ハルディの像、ドゥルシャルキン。アッシリア王サルゴン2世の時代に造営されたとで10年、あまりほど用いられた後、ニネベに改めて戦とされ放棄された。保存状態は悪くなく多くの浮き彫りで飾られた宮殿の城壁が発掘されている。画像は、 サルゴン2世と家臣の浮き彫り、アッシリア支配下のフェニキア人、海上交易を保護されたフェニキア人はこの時代にも大きな足跡を残した。画像はゥルシャルキンにかつてあった浮き彫りで、船舶を用いて木材運搬に従事するフェニキア人たちが刻まれている。紀元前8世紀は、西暦による紀元前800年から紀元前701年までの100年間を指す世紀。 注釈出典、ありがとうございます。